皆さんこんにちは、浜谷のけむつです。本日ご紹介いたしますのは、こちらレスダンヒューマンの人気モデル。 先駆けのリニューーアルバージョン、えー、38507を本日はご紹介いたします、えー、38507という型番なんですけれどもレスザンヒューマンらしい、えー、暗号系型番になっておりまして読み方は都落ちというアイテムになっておりますまずはこのブラック系カラーから見ていただきたいんですけれどもフロントの仕上がりがですね、えー、動画でお分かり いただけるでしょうか、えー。実はマットブラックなんですけども表にです、ね、筋をつけることによってまるでウッド調のような仕上がりになっているというマットブラックに仕上がっております。えー、渋い 色合いのメタルとの組み合わせでですねハードテイストを観察するゴーグル系フレームになっておりますまた先駆けとの違いなんですけれどもこのレンズサイズがですね 1mm 小さくなっていますフロントのこの幅感はほぼ同じなんですけれどもレンズシェイプのこの部分だけちょっと小さくしているということとテンプルがですね わずかなんですけども、1ミリほど長くなっていますので、ちょっとここの部分短いなというふうに感じていただい感じられていた方にも書きやすいアイテムに仕上がっているというのが今回の宮古内の特徴になっております。また、えー、ここの部分にですね、ネジでボトルで留めている構造なんですけども、前回はメタルパーツを横から差し込む作りだったんですけども、今回は、 裏に1枚シートメタルを組み込んでいて止めているという構造になっています強度的にも前回よりもしっかりとした強度を持たせているという風にバージョンアップしているのもこのミヤコーチの特徴になります実際にかけたところもご覧いただきたいと思います前回の先駆けは大きいフレームでしたので私のはちょっとサイズオーバーだったなという風うに感じているんですけれども1ミリ小さくなったことによって、えー、取り入れやすいサイズ感に仕上がっているのかなという風うに感じているアイテムです、えー、かけてみますとこのように先駆け 同様に迫力を感じさせるテイストのアイテムなかなか魅力的な仕上がりになっているんじゃないでしょうかこういったテイストを好きな方には非常にまず望んでいたアイテムになるかと思います、えー、非常に一押しのアイテムになっております他からもご覧いただきたいと思いますこちらの方は9610ブラウン系カラーですねアンティークゴールドのメタルパーツと クリアパープルといってもかなり濃いお色になっていますのでかけてみるとブラックのように感じさせるカラーになっておりますそれでいて透け感のあるパープルちょっとツヤ感を感じさせるような彩りなんですけれどもこういったカラーの組み合わせ他ブランドではなかなか見かけることができないカラーになっているかと思います迫力を感じさせながらもこういった魅力的な仕上がり、えー、好きな方には刺さってくるというカラーになるかと思いますそしてこちらの 方はえー、グレーなんですけれどもちょっと、えー、アンティーク系のグレーの仕上がりですね迫力を感じさせるメタル系カラーとブルーの組み合わせというカラーになっていますこちらもやや透明感はあるカラーなんですけれどもかけてみますとこのように、えー、涼しげな印象も感じさせながらも、えー、キリッとした迫力を感じさせるような作りこういうブルー系カラーのゴーグルゴーグルはなかなかないんじゃないかなと思いますのでこういったお色をさ の方ににととてても魅力的に感じいいただけるかと思いますそしてグリーン系カラーはこちらですねブラックのメタルにクリアグリーンの組み合わせそしてフロントにですねちょっと特殊な生地を貼っていて明細塗装 カラーではないんですけれども迷彩にも見えるような生地が使用されているというカラーになっていますかけてみますと迷彩風な印象はそこまで感じさせないんですけれどもグリーンとこういったブラックの組み合わせでかっこいいフレームなかなかないかと思いますこういうお色をお探しの方に魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうかなかなかこの表面の仕上がりも魅力的なグリーンに仕上がっています そしてこちらの方がオレンジとブラックの組み合わせですねリムの部分にですねブラックを塗っていますのでかけてみると縁取りが非常にキリッとはっきり出てくるカラーになっています。ただののオレンジではなくてこの縁取りに ブラックを入れているということで目元の力強さも感じさせる魅力的なカラーに仕上がっているかと思いますこういった元気カラーのオレンジとブラックの組み合わせ好きな方に魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうかちなみに裏地はホワイト系カラーに仕上がっているというカラーになっております 本日ご紹介させていただきましたのは人気モデル先駆けのリニューアルバージョン38507コーチですぜひ楽しみながらお選びくださいどうぞよろしくお願いいたします本日は以上です